光秀が謀反、信長が撃たれたと。ないない、そらなしじゃろ。ご運が開かれましたな。これまであなたは天下の火種の一つに過ぎなかった。だがそれが変わった。信長という絶対者がついえた今、世を制すべきは誰か。万人の上に立つ器、動員しうる兵力、他国を制する地の利、天下、あなたに勝る支配者は存在しない。執着至極に存じます。お前、情に準じて気を逸し、世を戦乱に戻すなら、それは罪悪だ。忠義面結構。忠義の名のもと、信長のあなたの天下を揺るがす火種を踏み潰されよう。信長様の夢、わしが形にしちゃる。わしのやり方で天下取っちゃる。織田信長は金ヶ崎の危機を脱した。秀吉は徳川家康と出会い、信長の天下を支え合うと約束した。復讐に燃える信長は浅井朝倉をはじめ、抵抗する者をことごとく滅ぼした。だが明智光秀の謀反により本能寺に散る。その報を受けた秀吉は西国攻略の真っ最中であった。信長の敵を討つため大返しで京へと戻る。旧敵明智光秀と山崎の地で衝突した。秀吉の軍には石田三成、加藤清正ら子飼いの将も加わっていた。光秀、そいつはなしじゃ。天下はわしが取る。第4話、山崎の戦い。ありじゃろ。旧敵明智光秀を討つんじゃ。信長様の夢、わしが形にしてみせるぞ。これに勝てば秀吉様が天下に最も近づく。そういう連帯は明智光秀に感謝する。街道の水の上は全てがあの山に連なる、うん、この戦、あの天皇座の大物が勝者とは。天王山信号を感づかないとまずい。敵を南西で突破するんじゃ。勝たねばならぬのです。我ら、そして信長様が目指したのは戦なき地平の
敵を攻める。太平がため、ついえよ。攻撃開始！二方面から攻め。挟み込むのが基地じゃな。天皇山は勘弁に任せる。わしは麓を攻めるぞ。秀長、恩人の守りは頼んだ。開門！東の関が開いたぞ。一気に攻め込むんじゃ。天王山に敵がいるか。別荘は今だ。小詰めの部隊を守りを固めろ。どう？あー、完全に気が重いだろ。天王山に向かう敵部隊を叩くんじゃ。Yeah!
もんよ。秀吉、ご助力感謝いたします。開門！明智様助秀光、この戦に推参できて嬉しいぞ。おお、待ちわびたぞ。光秀を討てば秀吉様の天下となりましょう。わしが天下などおこがましいわ。助かねば他の人に聞こうと。そうじゃな、皆のためわしがやらねば。信長の重臣だった光秀はなぜこんなこと。やつは賢すぎるんじゃ。ついてシーンを見失ってしまったんだ。わしはおとりよ。今頃光秀様は進め。光秀、やつらが戻る前に本陣を叩くぞ。整列にな。これ行くぞ。守りを固めろ。開門か。天下の秀長が危うい。急ぎ引き返すんだ。天下取りだ。お見事。あいつらこんくらいで止まらんぜ。お前の夢は何じゃ。自分
すら語れんやつに天下は任せられな。光秀、その雑誌を貫け。お見事、わしにかかればこんなんよ。光秀、お前は信長様のやり方を全部継ごうとした。そんなこと信長様にしかできんわ。わしのやり方で天下を目指す。